兰花，清香淡雅，亭亭净植。其美丽而不张扬的样子受到人们的喜爱。兰花多生于溪谷，远离世俗。兰生幽谷，不以无人而不芳。君子行义，不为墨汁而止羞。虽生在幽谷，却不会因为没有人欣赏而不散发芳香的兰花。正如君子行事，符合道义，虽无人理解，也不会停止自己的所行。在华人心中，已将兰花的内敛清丽之美，同人们心中不忘初心、保芳守节的君子形象合二为一。兰花带给人们心平气和、悠然自在的享受，它也是世界上样貌最丰富多样的开花植物之一。在匠人的培育下，兰花家族还在扩大。每年世界各地的兰花展览上，各种珍品兰花争奇斗艳。2023年世界兰展包括416株洋兰、41株东洋兰、60株日本兰在内的517株作品参展。这些兰花花型各不相同，有的花朵瘦小而细长，有的匀称而飘逸，有的花朵丰满而艳丽，几乎完美满足当代日本人的不同审美眼光。经过评委严格审核后，展览兰花分别被授予蓝、红、白缎带奖。其中蓝缎带39株作品中的18株作品被授予部门奖，最优秀作品的年度日本大赏更是每届的焦点。日本世界兰展开办于1991年，是世界上三大兰展之一，但它的历史可以追溯到1987年。日本战后经济恢复，人们渴望精神的满足，于是兰花渐渐走进了人们的生活。人们种植兰花，赠送兰花，将美丽和优雅传播。当时日本首次举办了第12届世界兰会议，会议期间的来访人数超过了45万人。2020年新冠疫情爆发后，日本几乎所有的展会都停办了，但世界兰展虽然缩小了规模，却依然不曾缺席人们的生活中。这些美丽的兰花背后，是花匠们的用心和热爱，以及那些世代的承传。要培养出一株巨型兰花，其难度是非常大的。浇水、维护需要呵护备至。想象培养出兰花的大小，再进行品种的选择。这些都是光二先生从父辈那里学到的。日本昭和时代就开始的须田农园，也是那个时代的缩影。农园源起于祖父带回来的一盆叫做加德利亚的洋兰。皇族の方であったり、貴族、家族、あとは、ね、総理大臣とか、そういう方々に諸外国の要人がプレゼントとして持ってきてくれていました。で、一般の人々は目にする機会すらない、そういうものだったんですね。ところが私のおじいさんは仕事の都合で外国に行っていて、
そこで見たことのないこういう派手なお花に出会ってしまうわけです。もともと花好きだった祖父はこれはなんとか日本でも育てたいと思って、今みたいに飛行機で飛べるわけではなく船旅でね、一月半二月かけて日本に帰ってくるわけですけども、その間にもこのカトレアという蘭の場合は茎の中に栄養素がたっぷり水分も入っているので、なんとか枯れることなく日本には着くことができる。でそれを自分で試行錯誤しながら芽を吹かせて花を咲かせて、そんなところがうちの農園のスタートなんです。第二次世界大战爆发，战争改变了所有日本人的生活轨迹，也包括光二先生一家。战后贸易的停滞，使原本富裕的家庭没有了生活来源，陷入了困苦之中。而当时的转机，也正是当年祖父归国时带回来的加德利亚洋蓝。戦争のあとアメリカ軍が日本を統治していまして、進駐軍の人たち、偉い人たちは毎週末のようにパーティーをやっていたそうです。でその時にこのカトレアの、切り花をコサージュにして、それを胸につけて出席をしていた。当時東京近辺でカトレアの切り花が手に入るところはほんの数軒だったので、うちの農園もその一軒にたまたま該当し、一輪のお花で家族全員をしばらくの間食べさせることができたという。日本昭和时代，战后经济飞速提升，人们的需求也不再满足于物质追求，而是渴望心灵的疗愈。于是，植物栽培走入了人们的生活。这时，昂贵的洋蓝不仅成为日本人的向往，很多人开始尝试自己在家里种植。当生活趋于安定，有了空闲的人们追求心灵的享受，开始种植这种高级的兰花，进而引发了兰花热。だんだんと心にゆとりができてきて、花をめでる、植物をめでる心が生まれてくる。そんな時に、お庭に草花を植えたりということで、昭和50年代に今までで一番大きなガーデニングブームっていうのが日本ではありました。で、その中でも最初は普通の草花で喜んでいたところが、だんだんとやはり高級志向になるわけですね。時代在改变，在日本经济的发展令兰花有了新的市场。兰花也从家庭栽培慢慢演变为大量复制量产，以满足开业庆祝、商业赠送等需求。但须贺农园作为日本为数不多的洋蓝老铺之一，对新品种的繁育从来没有停止过。在日本世界蓝展的舞台，他们一直不断给人们带来美的享受。こうやって大きく育てて見せられる状態にする、皆さんにお見せできる状態、これもう5年も10年も簡単にかかっちゃうんですよ。で、それまでの間にその一株に注ぐ力、それを小分けした販売する力に向けた方が商売的にはお金になりますよね。なのでその昔ながらの蘭屋さんっていうのが今は本当に少なくなってしまったので、まあ私たちもどこまでできるかは分かりませんが、できる限り皆さんにあっと驚かすようなね、感動を与えられるようなそういう蘭のお花作りっていうのを今後も続けていきたいな。時代的潮流下，蘭花的价值也悄悄产生了变化，但不变的是人们看到蘭花时那被疗愈的内心。今日本におけるこの蘭の交配種、これはカトレア・パフィオをはじめとして世界の最先端のものがたくさんあります。
ですから、それをご家庭内でね楽しむチャンスもたくさんありますから、ぜひ心豊かに安らぎながら、蘭栽培を楽しんでいただければありがたいなと思いますね。承传三代的农园，只想培育出更美兰花的匠人。就如兰花的馨香一样，在日本这片土地上绵绵不绝。